Thank you.
皆さん知ってる曲だと思うんですけども、ミスターチルドレンさんの花火っていう曲と、あと、小田和正さんの緑の街っていう曲、それから、去年ですね、流行りました YOASOBIの夜にかけるっていう曲、これがちょっと多分ミスるんで、温かく聴いてほしいんですけど、難しい曲なんですけど、で、最後に、ガッキーと星野源さん結婚しましたけど、恋ですね、を演奏させていただきたいと思います。皆さんどうぞ温かくお聴きいただけ嬉しいです。よろしくお願いします。
Thank you.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 
ピアノ担当武田直子、この2人により、クラシック音楽やその他諸々いろいろ20分間お届けしたいと思います。それでよろしくお願いします。私たちは元々クラシックから、出会った2人なんですけれども、YouTubeチャンネルはこの2人なかなかカオスでございまして、まずは王道から行きたいと思っております。クラシックもの、ヴィヴァルディの四季の春1楽章をバイオリンとピアノ版で、まずはお送りいたします。行ってください。 編成で弾くものなんですけれども、
もうそれをね、ソロパート以外全部無理やりピアノの入れるという無茶な編成をね、ピアノが担当してるというね、ありがとうというところなんですけれども、もう一曲クラシックからバイオリンの名曲をお届けしたいと思います。マスネー作曲のタイスの瞑想曲というオペラの途中で登場する美しい曲、これはバイオリンのソロの部分が本当にね、浮き上がってきてとっても綺麗なんですけれども、今日はですね、ちょっとね、こういう場所でなかなか静かな曲っていうのは会いづらいのかなとドキドキもするところもあるんですが、まあたまにはね、ちょっと褒め休みにそういうのもいいかなと思いまして、あえてチョイスしてみました。タイスの瞑想曲をお聴きください。ありがとうございます。
そしてバイオリンの腕の可動域的にちょっとぶつかっちゃったりする。ちょっとマイク前に置きますね。でもこれ以上前に動かないで私がちょっと下がります。今はクラシックの音楽作品を2つお届けしましたが、この次はデュオアノミクスが一番仲良くなったきっかけのジャンルを演奏したいと思います。それはゲーム音楽です。私たちゲーム音楽がとても好きでして、バイオリンとピアノで、YouTube チャンネルの上ですね、クラシックの2人なんだけどもひたすらゲーム音楽をやってるって、もともとそういうことを、クラシックの傍らやっておりまして、今から弾くのはドラゴンクエストのメドレーという形になります。とりあえずアレンジは私が担当しているんですけれども、今日初めてここで弾くメドレーになりますので、どの、ね、ゲームの曲かっていうのは予想していただけると嬉しいかなと思います。最後は、まあ、絶対先行曲で終えるっていうのがポリシーなので、お聴きください。ではドラゴンクエストメドレーいきます。
とうございます。戦闘曲ってね、なかなかに忙しいんですけれども、血が騒いでね、たまりませんね。私たちデュアナミクスは YouTube チャンネルでもこのような ゲーム音楽動画を投稿しているとお話しましたけれども、皆さんの手元に今日ちょっとね、ピンク色っぽいチラシがね、ちょっともしかしたら手元に行っているかもしれません。今私たち、私の地元大阪箕面なんですけれども、その箕面でライブ配信専用の音楽スタジオを、設立に向けてですね、クラウドファンディングを実施しております。実はですね、このリターン選んでいただけるんですけど、うちの一つクラウドファンディング限定オリジナル CD があるんですね。で、その中でのマリオとクッパの格好をしたキャラの写真が載ってるんですけど、私たち2人の写真になりまして、その CD の中の収録作品は私たちがアレンジしたゲーム音楽作品を、収録するというつもりです。この2人でゲーム音楽もっと聴きたいわって方は、よかったらちょっと覚えていただければね、嬉しいです。というわけで、まだまだゲーム音楽いきます。ロマンシングサガという素晴らしいゲーム音楽が詰まったね、ゲーム作品があります。こちらのものもバイオリンとピアノで演奏されます。お聴きください。
あの二人とも汗だくです。いやでも気持ちいい。いいですね。私の方はマスクでそろそろ酸欠になりかけてますから、まだもうちょっと頑張ってね、ラストまでいきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いしますね。まだゲーム音が終わりじゃないんですよ。あと1曲あります。その前に、このようないろんな作品を私たちは弾いてますが、ほんのちょっとだけ今日持ってきた CD について、ご紹介したいと思います。まずは先ほどからね、もう懸命にピアノを弾いていただいている、武田直子さんのソロ のショパンのねバラードとか、もうピアノ のソロが大好きって方にはもう超おすすめのアルバムを2つ、今日は武田直子さんのこのちょっと小躍りして可愛らしい方なんですが、弾くとすごいタイプですよ。この方 CD2 つ、持ってきてます。片方はクラシック、もう片方はちょっとした、まあ、ジョプリンとかガーシュウィンとか、ちょっとアメリカンジャズっぽい作品がたくさん収録されているアルバムです。それからさっきからもしゃべくり担当の私と、ピアノのこの2人で演奏しているザ・クラシックのアルバム、G 戦場のアリアとか、それから私はパガニーナ・カプリスとか、テクニカルなものも歌って聴かせとる、そういう作品を、2つアルバム、出しておりますので、またあとでご興味ある方はぜひぜひ、お手に取ってご覧いただければ幸いです。以上、宣伝終わりというわけで、次は最近リメイクとかも出ていたのでご存知の方もいらっしゃるかしら、ファイナルファンタジー7の音楽作品のみのメドレーです。お聴きください。
びっしり詰まった上でさせていただきました。では一番最後の曲になります。もう散々ね激しい曲を弾いてきましたので、ラストは優雅に映画音楽で終わりたいと思います。私の2つ上の姉横山玲奈というバイオリニストがイタリアクレモナにおります。その彼女は去年の春4月にイタリアの病院の屋上からこの曲を弾いて、一躍世界でその動画が出回り流しられることになりました。その姉の作品をそのまま今日私が演奏させていただきたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。
Thank you.
Thank you.
萩尾様、素晴らしい演奏ありがとうございました。
Thank you.
I
Thank you.
素晴らしい演奏ありがとうございました。Thank you.
Thank you.
Thank you.
様、素晴らしい演